おはようございます。英語科の前田です。入試対策、高校入試対策を担当させていただきます。よろしくお願いします。10分くらいで行う予定にしております。またこの、対策の講座は先日行われた志入試の内容とほぼ同じですので、志入試の説明会に参加いただいた方は飛ばしていただいて構いませんので、どうぞ他の教科はしっかり見られてください。それでは早速高校入試対策の英語に入っていきたいと思います。高校入試対策といいましても、結局何をするのかというと、どんな問題が一体出るのかというのを少しさらう程度に出したいと思います。入試問題を見てみた後に、そしてその後、じゃあどういうことを今から勉強してみればいいのかということを説明してみたいと思います。ではまず一番最初、第1問です。これは昨年の問題です。こういった問題ですね。They are not busy now. 彼らは今忙しくありませんという文章、 Now の部分を Yesterday に変えてくださいという問題になります。非常に基本的な問題ですけども、 Yesterday に変えるわけですから、したがって動詞を過去形にすればよいというだけの問題になります。中学校の1年生でおそらく習う内容になると思います。ちょっとしっかり説明しておきますけども、聞いていることは、ケイシンの入試が聞くことは基本的な内容が非常に多いです。ただ、この難易度がこのままずっと続くわけではありません。もう少し難易度としては難しくなるものもありますが、聞くことに関しては教科書を外れたりすることはないということですね。皆さんが知っていることをしっかり、ゆっくり書いてもらえば、それで入試対策としては、成り立っていくということになります。では次の問題もちょっと見ていきたいと思います。昨年の第2番の問題ですけども、どういった問題かというと、会話文があって、会話文の括弧の中に入る表現はどれがいいでしょうかという問題になります。じゃあちょっと A さんと B さんの会話ちょっと見ていきたいんですが、 A さんがこのように言っているわけです。あなたとただしは兄弟なのですか、ケンというふうに言っています。ですからこの最後のケン君というのは呼びかけ、ケン君に対して呼びかけているわけですから、今考える必要はありませんね。したがって大切なのは、あなたとただし君、あなたとただし君は兄弟ですかと A さんが聞いています。やってみますよ。 A さんです。 A さん、あなたとただし君は兄弟ですか。 B さん、はい、兄弟なんです。じゃあ誰が兄弟ですか。もう一回やりますよ。あなたとただし君は兄弟ですか。はい、私たちは兄弟です。ですか。私たちはという単語どれですかという問題ですけども、会話文の中でしっかり内容を捉えて解けば解けるという問題になります。では次の問題に行きたいと思います。昨年の第3番の問題、第3番の問題は、英文の中の空調に当てはまるものを動詞を語文の中から選んで、かつ適切な形にして入れてくださいという問題になっています。見てみますと、ケンはアメリカに住みたいと考えている。ケンは将来アメリカに住んでみたいと考えている。だから英語を今一生懸命訪れる、買う、出会う、見る、勉強する。ですから選ぶ動詞はサリーであることに間違いはない。勉強しています。じゃあ次です。じゃあ内容的に意味から考えると、動詞はスタディですが、形としてどうやって入れればいいのですか。 He is ですから、 is という B 動詞の後ろに入れなくてはいけませんので、どういう形で入れればいいのかというと、現在進行形で入れればよいということです。スタディに ing をつけて、is studying、 今勉強しているところなんですというふうに入れてあげればよいということになるわけです。
1番から3番まで、第1問の問題、第1番の問題だけを流して見ていきました。で、原子の問題はこういった問題が文法などの文法語法等の問題もありますが、当然ですけども文章、少し長めの文章を読むという問題も毎年、かなり出題されています。昨年出た問題を1問だけ紹介したいと思います。さて、皆さんもこれ読めって言われたら大変でしょうから、僕が一緒に見ていきたいと思いますので、手を動かす必要はありませんので、画面をゆっくり見ながら一緒に内容を捉えてみたいと思います。こんな文章でした。ある日、その日は私が彼を見た最後の日になったのだが、なんか意味ですね。私が彼を見た最後の日になったのだが、チャーリーは私に言った。これは長文の問題の、長文の文章の問題があるところの途中を切り取っています。前の文章がわからないと、彼を見た最後、よくわかりませんので、少しだけこの前の部分を説明しておきますね。これは私という人、私という人が訪問看護師です。訪問看護師です。そしてもう一人の登場人物はチャーリーです。チャーリーというのは子供。この子供は病気に侵されて入院をしていましたが、どうやらちょっと体調がよろしくない。体調がよろしくないので、チャーリーは家にもう帰りたい。チャーリーは家に帰ることにした。病状はよろしくないが、チャーリーは家に帰る。したがって、毎日私の訪問看護師としてチャーリーのお世話をしに行くことになった。という前の文章があります。その日々が続く中で、ある日、その日は私がチャーリーを見た、会った最後の日になってしまったのだが、チャーリーは私にこう言った。私はあなたに頼みたいことがあるんだけど、僕ちょっと頼みたいことがあるんだけど。そして彼は紙を取り出した。枕の下から、自分が病気で寝ている枕の下から紙を取り出して、頼みたいことがあるんだと言った。何かというと、私はあなたにこれを、紙のことでしょうね、この枕から取り出したこれを両親に渡してほしいんだ。僕が死んだ後でね、僕が死んだらこれを両親に渡してほしいんだ。 Will you do it for me? Will you do it for me? これです。この内容は何ですかという問題が去年の長文の丸一の問題です。 Will you? 宇宙というのは中学校でやっぱり習っていますね。何々してくれませんか、何々してくださいませんかと人にお願いをするときの言い方です。私のためにそれしてくれませんかというふうに言っているわけです。この前の文章、何が書いてあったかを考えると、何を私のためにしてほしいと頼んだのかがわかりますね。自分が死んだ後に親にこの紙を渡してほしいと頼んだです。はい、私はこう尋ねます。紙を受け取っただけですから、その紙何？私は聞いた。チャーリーは答えます。これは楽しい時間、楽しい時間のリストです。どんな楽しい時間ですか？私たち家族が一緒に過ごした楽しい時間のリストなんです。私たち家族は楽しい時を過ごし、たくさん笑ったんです。それを聞いて私は驚いた。いいですね。 I was surprised. Surprised. 私は驚いた。だって、はい、2番の問題は Surprise. 驚いた。私が驚いた理由は何ですかという問題です。この後続きますが、この後は機会があったら自分でケイシーの過去の昨年のものですから読んでみてください。いずれにしても1番の問題にしても2番の問題にしても、
下線が引いてある部分、その中に使っていられる単語、そんなに難しい単語はありません。じゃあ最初の最後にまとめてみたいと思います。入試問題を見てみました。どういう傾向がありましたか？学校で習ったこと、教科書で扱ったことが出るわけです。どこかで出会ったものすごく難しい問題集をやる必要はそんなにありません。学校で習ったこと、教科書で扱っていることをしっかりできるようにしてください。ですが、もう一つ言いたいのは、2番、過去問からのポイント。じゃあどう勉強すればよいのか、どう勉強すればよいのかということに関しては、教科書を見てできた気になってはダメです。さっきから見ているように、そのまま、例えば、スタディの ING 形は何ですかとか、私たちを英語で書くと何ですかのような、そのまま、覚えていればそのまま解けるというような問題ではありません。どう読んで、どう使うかという問題が出てきているわけですから、これからの入試対策、学習に関しては、しっかり文章を読む。自分で答えを書いてみる。そして、自分で購入した問題集でもいいですし、学校でもらったプリントでもいいです。とにかく問題をたくさん解く。その中で自分の知識を定着させていくということが大切だと考えています。英語の勉強というのは、他の教科と比べ、数学や国語と比べて、どちらかというと体育に近いとも言われています。どういうことが言いたいかというと、毎日毎日繰り返し反復して慣れて体を慣らしていく、頭を慣らしていくということが大切だというふうにも言われています。ですから皆さんは今後英語学習に取り組むときには、例えば今日は英語の日、1週間のうち月曜日は英語の日、3時間ぶっ続けでやるぞ、1週間後の日はやらないぞという勉強方法よりも、毎日毎日短い時間でも、もしくは最低2日に1回、短い時間でもいいですから、慣れをなくさないように定期的に勉強していく方がいいと思います。以上が高校入試対策、英語の内容になります。しっかりとこのポイントを踏まえて学習し、入試を乗り切るようにしてください。それでは皆さんの英語学習がしっかりと進んでいくことを祈っております。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。